今出川金末は、鎌倉時代後期から南北朝時代にかけての苦行。大乗大臣、西恩寺実験の四男。神は、十一位、大乗大臣。今出川、または、菊亭と申す。北紀囚人門流の門蘇美人は、娘の妙菊を通して、孫にあたる。今出川の孔は領有していた、今出川殿による。今出川殿はもともとは、慈恵、 後見が領主後見も今出川をこうしていたが、金末が、殿邸を相続した。また、別号を菊亭と称したが、これは金末が菊を好んで、屋敷の庭に植えたからとも、菊亭という名の西恩寺家領の殿邸を金末が、伝領したためとも言われている。父、実権より、時系、後見の軽事とされ、金末の後は、 後見のこの実権を着手とするように定められていた。しかし、金末に実施実因が生まれ、一方で実権が金末よりも先に創生し、実権のここ冬も難聴に仕えたため、金末が今出川殿を相続し、金末の子孫が今出川家を称するようになった。以下、苦行部人と尊卑文脈の内容に従って記述する。公安九年一月十三日、除赦。 同年4月3日、正5位下に少女。昭和2年1月5日、14位下に少女。同年4月26日、14位上に少女。昭和3年3月6日、自重に認ぜられる。同年10月27日、正4位下に少女。永忍2年3月27日、左少々に認ぜられる。同年5月11日、左中小に転じ。 同年ウルー10月23日、中宮の剣介を兼ねる。永忍6年6月23日、倉人頭におぎえされる。同年8月10日、東宮剣介にせる。昭安元年4月26日、三議に任ぜられる。東宮剣介と左中将は、元のごとし。同年6月6日、十三日に除せられ、同日東宮剣介は止める。昭安年月日、 肖像くらいに少女。昭安3年4月5日、左衛門のただしを兼ね、ケビーシベットに補えされる。昭安4年、東宮圏大部を兼ねるか。同年2月28日、県中納言に昇進。同年12月14日、ケビーシベットを止める。県元2年1月20日、左衛門のただしを止める。加減2年1月14日、東宮圏大部を止める。 下元3年1月5日、十二位に少女。延鏡2年9月26日、正二位に少女。昭和4年3月13日、県大納言に昇進。昭和5年7月22日、東宮県大部を兼ねる。文法2年2月26日、東宮戦争により県大部を止める。元王元年8月21日、右この絵大将を兼ねる。同年十月十八日、 大名後に、転生。現行元年3月、前右大臣、西恩寺貢献の有志であったことから、貢献公居によりもに服す。現行2年8月11日、右大臣に任せられる。右大将は、元のご年。同月23日、右大将を辞し、同年9月10日、父、実権公居によりもに服す。現行3年5月3日、また任するが、 同年7月には、右大臣を辞した。下略元年8月27日、母のニに服す。下略2年9月2日、五院別当となる。下略4年1月5日、11位に除せられる。昭郷元年11月18日、大乗大臣に任ぜられる。昭郷2年、現行3年5月17日、五代醐天皇の御とのりにより、大乗大臣を停止され。 前向き大臣とされる。略王元年、延元3年12月12日、出帰し法名を、里氏生とする。略王2年、延元4年1月16日、皇居。なお、金末の後に、今出川家から、大城大臣に任ぜられた者はいない。金末が、大城大臣に任ぜられたのは、黄金天皇の在位時であるが、 五代醐天皇が復帰することによって、金末の大表大臣部任は取り消され再任はされなかった。口述のように金末は五代醐天皇の琵琶の死を務めており、金末が寿命院党派と大覚寺党派のいずれに組みしていたのかは必ずしも明確ではない。父、実権の聖母は大劇中原氏朝の娘、八十前であるが八十前の聖母は、 琵琶清流の藤原高道の娘、さぬき局である。実験は母親とその実家を通して琵琶を手ほどきを受けたと考えられる。また、金末の聖母は同じく琵琶清流の藤原高安の娘、樹三未公子であるが、高安の父は藤原高道の側男、孝子である。金末は琵琶の達人として後年活躍することになるが、父実験同様に、 琵琶清流の女性たちから琵琶の伝授を受けたことの影響が大きかったのである。現行2年5月26日に、金末は五代醐天皇に琵琶の秘曲拓木を伝授したことが伝わる。また、和人新郎が琵琶を始められた時の死も、金末である。父実県、兄孝賢も琵琶秘曲伝授の死を務めていて、金末も琵琶秘曲伝授を受け継ぎ、琵琶の死として、 今出川家の家業を確立することになった。釣れ連れ草に、琵琶にまつわる金末の逸話が記されていることから見ても、金末は、琵琶の名手と目されていた。金末は、釣れ連れ草第70段に登場する。文法2年11月24日に行われた、聖書道御遊で金末は、琵琶の名記木馬を引いた。金末が引く前に何者かが、 牧馬に近寄り柱の一つを落とす最高したが、金末は引くときに当てることなく、懐から糊を取り出して柱を固定させ、何事もなかったかのように牧馬を引いたと描かれている。ありがとうございます。